こんにちは、ゆる海外です。今回のテーマは、安心して旅行を楽しむためにヨーロッパ旅行防犯対策ということで、これからヨーロッパ旅行、海外旅行に行く方で防犯対策どうしたらいいのかわからないよという方に向けて、私が実際に実施している防犯対策をご紹介させていただきたいと思います。ゆる海外のコンセプトはダイブイントゥアジアワールド、アジアに潜ろうをテーマに、旅行に必要な情報や旅行ガイドでは紹介されないスポットを発信していきます。今回のポイント2つです。1つ目のポイントは、なぜ対策が必要なのか。2つ目のポイントは、これで安心、実際にやった5つの対策ということで、この2つのポイントに絞ってご紹介をしていきたいと思います。なぜ対策が必要なのか。これはズバリ、ヨーロッパでの邦人被害件数が圧倒的に多いからです。こちらのグラフを見ていただきたいんですけれども、こちら外務省さんが海外に渡航している日本人が実際に被害に遭った件数を集計したものなんですけれども、ヨーロッパで発生している犯罪件数が圧倒的に多いことがわかるかと思います。その中でもですね、窃盗による犯罪がこれ 94% を占めているということなんですね。この数字を見てしまうと、海外旅行者からしてもですね、ちょっと避けては通れないなと、何かしらの対策を打たないといけないなというふうに感じる方もいらっしゃるかなと思います。窃盗の代表的なものはこの3つ、スリ、置き引き、ひったくりです。これらもですね、しっかり対策をすれば安心して旅行を楽しむことができますので、これ以降の対策を見ていきましょう。ポイント2、これで安心、実際にやった5つの対策。私が実際にですね、ヨーロッパに行く際に実施している5つの対策を1つずつですね、ご紹介させていただければと思います。1つ目、ブランド物は身につけない。ブランド物を持っているとですね、犯人などからお金持ちだと認識されてしまって、ターゲットになってしまうリスクが高まってしまいます。ヨーロッパ旅行なので、おしゃれしていきたいなとか、お気に入りのバッグ、時計を身につけていきたいなと思う方多くいらっしゃるかと思うんですけれども、その大切なものが、犯人にとってはですね、格好の餌食になってしまうということなんですね。なので、その持ってきたい気持ちをぐっと抑えてですね、旅行を楽しんでいただいた方がですね、この犯罪に遭うという面ではですね、確率が少なくなると思います。それでもですね、せっかくの海外旅行、おしゃれしていきたいですよね。そういった方に一つアドバイスというか、私が実際にやったことなんですけれども、現地の人の服装をですね、ちょっと研究してですね、それに合うような服装をするように、私はしました。私もですね、服は結構好きな方なので、何かこうやっぱりヨーロッパに行く際には、できるだけおしゃれしていきたいなと思うことがあったんですけれども、そのまま普段の格好をしてしまうとですね、やはり日本人らしさというか、結構こう観光客感が強くなってしまうかなというところで、まずですね、現地の服装ですね、現地人の人がどういった服を着ているのかということを、インスタグラムなどでですね、今はその位置情報、例えば行く都市が決まっている場合には、その位置情報に応じてですね、写真などをですね、確認することができるので、その現地の様子を見てですね、どういった服装をしている人が多いのかといったところを見つつですね、このスタイリングいいなとか、この服かっこいいなとか、そういった雰囲気をですね、じゃあ自分の服装に当てはめる、または新しく服をちょっと旅行向けに買ってみるとか、そういったことをすることで、ブランド物をですね、なるべく身につけずともですね、好きなおしゃれを楽しむというのもですね、一つ対策としては良いのかなと思います。二つ目の対策いってみましょう。ポケットは空に。ポケット空に、これもかなり有名なというか、当たり前の対策になってきているのかなと思うんですけれども、ポケットの中、通常であればお財布、スマートフォン、パスポートなどですね、貴重品結構入れること多いかと思うんですけれども、これヨーロッパでは NG です。これをですね、やってしまいますと、例えば移動中の電車の中、バスの中であったり、人混みの多い繁華街などでですね、知らぬ間にポケットからすっとこう取られてしまうなんてことがですね、よくあります。相手はプロですので、すっと取られてしまうということが結構あったりはするので、なるべくポケットの中は空にしていただいた方が良いかと思います。ということでですね、
スマートフォン、財布、パスポートなどの貴重品は必ずバッグへ入れるようにしましょう。対策3つ目です。観光中のバッグは〇〇にしましょう。2つ目の対策で、貴重品はまあバッグに入れるようにしましょうねと。ポケットの中には入れずにバッグの中で入れましょうということでご紹介させていただいたんですけれども、そんなバッグ、どんな特徴のものを選べばいいのかということが、この対策の3つ目の内容になります。私が考える観光中のバッグは〇〇にしましょう。大きく3つご紹介させていただきます。1つ目がファスナーあり。2つ目は外ポケットは使わない。3つ目はショルダータイプ。この3つを守っていただくことによって、スリ、ひったくり対策に効果が期待できます。一つ目のファスナーありにしていただくことによってですね、まあバスとか電車の中で、まあいわゆる人が密集しているところなどで、こうスッとですね、気づかぬ間にバッグに手を入れられて、こう物を取られてしまうといったリスクを減らすことができるので、まあ、できればですね、ファスナーがあるタイプのバッグを選ぶと良いかと思います。二つ目の外ポケットは使わないなんですけれども、これも同じような理由でですね、外ポケット、例えばバッグにたくさんポケットがついているようなタイプのものですと、そこにこう小さなものとかスマートフォンとか入れやすくてですね、便利なんですけれども、そういったところに入れてしまうと、かえってそこからヒュッとこう向こうからも取りやすい状態になってしまうので、なるべく外ポケットがついているタイプのバッグであってもですね、基本的にはポケットは使わないようにしましょう。三つ目のショルダータイプ。こちらはですね、バッグの種類としてハンドバッグ、ショルダーバッグ、リュック、大きく3つのタイプで旅行する方多いかと思うんですけれども、例えばこのハンドバッグですと、スリハンがですね、バイクなどに乗っていて、こうハンドバッグをギュッとこう奪い取ってですね、逃げ去ってしまうなんていう事件があったりするので、ハンドバッグは少しリスクが高いかなというふうに思います。でリュックサックはですね、そういった、ひったくりに合う確率というのは、低くなるかなとは思うんですけれども、リュックは後ろに背負っているものなので、もちろんバッグのこう、口っていうのは後ろに、背中についていて、要は見えないわけですよね。なので、人混みの中などですと、気づかぬ間にバッグを開けられていて、何かこう物を取られていたとか、そういった被害も多く聞かれますので、もしリュックサックで旅行したいよという方はですね、人混みでは、リュックを前に背負うようにしていただいた方が良いかと思います。じゃあそれらの中でなぜショルダーバッグがいいかと言いますと、そのひったくりのリスクも低い、かつですね、バッグの口がですね、基本的には自分の横または前などで、見やすい位置にあることが多いかと思うので、そういった意味でも、そういったリスクですねが低くなると思いますので、できればショルダータイプで、かつポケットとかがあんまりない、あっても使わないような形で、なるべく自分の横に構えておくような形で観光していただくと、そういったスリ、ひったくりなどのリスクが軽減されるかなと思います。ちなみに私が使っているバッグ、こんなのですよというのをご紹介させていただければと思います。バッグナウンのショルダーライト M、 これショルダーライト S とか L というのも存在するんですけれども、旅行後の観光中であれば M サイズで十分かなと思います。こちらが私が実際に持っているバッグです。このようにですね、外側に一つもポケットがついておらず、大きな口が一つというシンプルなバッグでございます。このベルト部分がですね、結構太いんですけれども、簡単に長さ調節ができるので、ハンドバッグとしても一応使うことができるということで、普段使いにも非常に優れているバッグかなと思いますので、こちら一つおすすめとして紹介させていただきました。次、4つ目の対策、見えない収納術。スパイベルトという商品なんですけれども、スパイベルトというものはですね、ベルトと小物入れが一体化しているような商品でございまして、腰にこう、ベルトみたいに巻いてですね、ちょっとこう小さなポーチみたいなのがついているので、そこに旅行中であれば貴重品などを入れておくことによって、その上から服を羽織ってしまえば、外からはバッグが見えないということで、これ非常に防犯対策に有効な商品かなと思っております。こちらが私が実際に持っているスパイベルトです。ご覧の通りですね、ゴムのベルトになっていて、ちょっと小さめのポーチがついています。で、実際にパスポートなどちょっと入れていこうかと思うんですけれども、じゃあパスポートですね、
入れるとこんな感じで、さらにスマートフォンと小さめの財布を入れるとこんな感じになります。で、実際につけているところをちょっとお見せしようと思うんですけれども、こんな感じでですね、ベルトのように腰に巻くともうほとんど外からわからない状態になります。最後の対策5つ目です。スーツケースはこう守れ。旅行中のスーツケース、主にこの2つのシチュエーションを考えてみました。1つ目は移動中、2つ目はホテルでの滞在中。移動中においての対策はバッグと固定する、いわゆる自分とスーツケースを、何かしらの例えばロープとかで固定をしておくことによって、パッと目を離した隙にこうスーツケースを取られてしまうといったことを防ぐことができます。実際に映像で解説させていただきますと、このようなロープ、これはヨセミテロープというものなんですけれども、これをスーツケースの持ち手とリュックでつないでしまいます。こうすることで手を離してもですね、スーツケースを持っていかれるということがなくなりますので、非常に安心して移動することができます。2つ目はホテルにスーツケースを置いておく場合、観光中はホテルの部屋にスーツケースを置いておくことが多いかと思うんですけれども、もちろんグレードの高いホテルであればセキュリティ面もしっかりしているので、あまりここは気にする必要がないかと思うんですけれども、例えば Airbnb などの民泊を利用している場合であったりとか、格安のホテルなどを使用している場合に、ちょっとこうセキュリティ面心配だなと言った時にですね、この対処有効になってくるかと思います。具体的にはですね、このような自転車のロック、セキュリティロックなどを使って、こういった動かない机であったりとか柱などにくくりつけると。そうすると、このようにですね、すぐに取られることがないということで便利かと思います。まとめです。まとめ1つ目、窃盗犯罪はやっぱり多いということで、冒頭に見ていただいた通り、ヨーロッパでの窃盗犯罪件数は他の国に比べても非常に多いです。なので、まとめ2つ目、事前の対策が非常に重要になってきます。今回5つの対策をご紹介させていただきましたけれども、全てを必ず実施すれば大丈夫といったものでもございませんし、全部実施したからといって大丈夫というものでもないので、あくまで皆様がですね、どこまで対処を実施すれば楽しい旅行ができるかという観点で、どういった対策をするかご検討いただければ良いかなと思います。3つ目ですね、できる限りの対策で安全な旅行をということで、この動画終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。それでは。